ウォーカー、内務調査班のフィールディングよ。私は警官よ、警官。そいつを逮捕して。中の男もよ。容疑は殺人未遂。私は嫌われてるみたいだけど、一応自己紹介しとくわ。内務調査班に2年、武器と戦術の専門、3カ国語を話せるわ。あなた家族は？私の家族はコロラド。父は新聞でタイムトラベルのことを読んで、核より恐ろしいって言ってたわ。だから入隊したの。世界中で土曜の夜パーティーしてて、月曜日に地球があるかどうかなんて心配したくないもの。ゆっくり笑って握手だけすればいいですよ。その後記者会見です。ペンはあるわ。紙をお持ちですか？その封筒は？どれじゃダメかしら。昔みたいにメモ用紙を持ち歩くってないですよね。今は電子手帳だから。気分はいかが？エレベーターじゃひどい顔してたわ。もう大丈夫？グラント知事は信用していいですよ。どういうことなの？わかったわ、協力します。それじゃあホワイトさんに頼みましょう。ほら、あの人今日の警備の責任者なのかったわ。やっぱりホワイトさんに話しましょう。まさかグルなんてはずないわ。最高のプロを雇ってるのよ。どうしてこんなことになったの？パパの話ではカーブで滑って転んだって。なるほど、座って。写真を撮ってから整形外科に見てもらいましょう。待っててください。古いカルテがあるか記録で探してみて。ケリー、私に大事な話があるんですって。私もうやめるわ。結果的にみんなに迷惑かけてしまって申し訳ないと思ってる。もっと早く言えばよかったわ。最高に幸せよ。仕事に来ても上の空なの。レジーと赤ちゃんが気になって。嬉しいわ、ありがとう。あなたを忘れないわ。もう忘れちゃったの？そうよね。ラモントに聞いてみたら。ほっときなさい。どうしようか迷ったわ。私に会えばみんな殺される。自殺じゃない、殺されたの。みんなそうよ。お嬢さんはここよ。姿を見られるし感じられる。ここにいるわ。ジョー、待って。私は科学者であるグループの一員なの。私たちはこれまでにない医学上の実験を行っていた。そしてある時突然奇跡を発見したの。奇跡を見たいでしょ。信じていたもの全てが吹き飛んでしまうようなことを見たいはずよ。死は存在しないの。その証拠を見せるわ。そうじゃないわ、自殺に見せかけた殺人なの。一度に何千人もの市民が集まる大型スタジアムはテロリストにとって格好のターゲットよ。フィス教授の計算によってこの飛行機の出発地点を絞り込むことができました。おそらくはこの辺りだと思われます。このエリアに離陸地点があるはず。商業用が1つ、レジャー用が4つよ。いわゆる全翼機によく似てるわね。 B2 爆撃機に使われたデザインで、元は1939年にライル・ファーバーがアメリカ軍の航空隊に戦闘機用として売り込んだものなのよ。でもこんな小型機には初めてだわ。離陸するためのパワーが少なくて済むから。ヒート、どうなってるの？何が何だかわからない。それでうちを覗いてる車があるのね。茶色のキャデラックよ。どういう人？わかった。
心臓の病気を含む様々な遺伝性疾患にもその鍵を見つけてより良い世界を作りましょう。ついに起きて世界を変えたいなら眠ってる暇はない。それじゃあ今日はここまで。わざわざすみません。いなくなる前にやらなきゃいけないことがたくさんあって。私はハンチントン病なの。神経変性疾患よ。マーシージェネラル病院に通ってるけど症状を抑えることしかできないの。数えきれないほどの薬をもらってる。テトラベナジン、クロノピン、ハロペリドール、タクリン。冷凍保存って聞いたことある？そして治療法が見つかったら蘇る。奥様がパーティーでこれを召しに。手間がかかります。夢の話をなさった。うんと小さい時暖炉のシャベルで殴られました。奥様のところへ行ってください。ウィリーの部屋です。どうなるのかは私にも分かります。奴隷が生まれてから私たち黒人はずっと自由のために戦ってきましたが、誰も尋ねない。自由が何をもたらすか、自由を求めるのが先で、私の場合息子が北軍にいて戦死した。北軍の制服を着て自由のために戦って、その母親です。そしてそれがこの国にとっての私。それで十分なはずです。私はサンフランシスコ湾と北カリフォルニアで5日間。クラレンス、トップは私たち。帰り咲きましょう。頑張りましょうね、ポーシャ。母親ならチームワークを大事にします。彼成績悪いわよ。あら、そう。ありえないけど調べてみるわ。子供じゃなくて受験生でしょ。部活はやってないみたいね。前の学校の進学指導者は聞いて驚いてた。じゃあバラキアンは電気を発見したりモナリザを描いたりするのかしら。いえ、私の方こそ弱ってる時に悪かったわね。カダール博士、以前大学で核工学を教えてて、今はこの町に電力を供給しています。ああ、それは無理かと。博士は広場恐怖症で地下の発電所から出ないので、こちらが会いに行かねば。博士は初期にチャールストンへやってきて、アーサー・マンチェスターが取引を持ちかけたんです。電力を供給すれば必要なものは何でも与えると。その取引を今も尊重しています。あなたはお忙しいので今はとりあえずそういうことに。カダール博士。容疑者の名はクリントン・デイビス、55歳、自動車整備士よ。暴行で逮捕歴はあるけど服役はなし。何年か前、強盗に妻と娘を殺されて家族はいない。知り合いの神父はデイビスはハエも殺せない男だって言ってた。現場に行ったけど車の破片も血痕も見つかってない。被害者の血液と髪がついた服を着てたし、血まみれの工具とビニールシートが車内にあった。起訴するには十分。有罪に持ち込むのはそっちの仕事。当然よ、この件だけでも20年から終身刑。まずニューヨークへ招待してチームに紹介したいの。みんなそれなりの地位にいて忙しい人たちだから無理なら言って。学期末のテストもあるだろうし。ああ、こちらこそ。ソフィアと同じ大学？プロの人となんて会うのは初めて。アートは好き？同じように。ここへ来た感想は？ぜひ聞かせて。話したらダメよ。これは記憶回復セラピーといって、催眠療法と薬を組み合わせて使うことで起きながら夢を見てる状態を作るの。でも私の専門はトラウマのブロックで、逆の作業はリスクもある。鎮静剤を入れるわね。頭が嫌な記憶と戦って記憶をブロックするときは体も戦ってるの。だからあなたの体のためにもリラックスして。今から戻ってもらうのは26年前、火事があった日。目を閉じて。大丈夫だからね。体中の力を抜いて、浮いてるみたいに浮きながら全ての力が抜けていきます。前もこの話したわね。人生をコントロールできてないってこと覚えてる？お父様の話の時、病に侵されても何もしないことを選んだとあなたは言った。あなたはお父様に会社と戦ったり人々に訴えるよう頼んだ。治療法も探せるはずと思ったのよね。でも何もしなかった。今のあなたと同じ気分だったのかもしれない。結局は何をしても無意味だと。そう、違う。あなたは別の道を見つけたんだから、それが力なの。本当に使える連中なんでしょうね。身ぎれいにしておきなさいって言ってるの。
片付けた時、クロフォードが返り血を浴びることは許されない。20年間クロフォードについてた。でも極秘の会議にそれとは気づかず、産業スパイを連れてきたの。スパイは始末したけど、クロフォード愛用の靴には血が。で、フランクは文字通り飛ばされた。事業を監督するという名目でシベリアに。靴は処分された。あなたは靴の方よ。今はクロフォードのお気に入りだろうけど、まあせいぜい身の回りは綺麗に。